はい、ということで皆さんおはようございます。パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは九州最大の大ターミナル JR 博多駅でございます。で、今回の動画なんですけれども、タイトルにもあるようにですね、今年2022年9月23日のダイヤ改正で登場しましたちょっと不可解な特急列車があるということで、今回はそんな列車を皆さんにご紹介していきたいと思います。9月23日のダイヤ改正で西九州新幹線武雄温泉長崎間が開業し、博多武雄温泉間で運行されております特急リレーかもめ号と接続する形で博多長崎間が現在では連絡されるようになりました。そして西九州新幹線の開業によって、それまで運転されていた博多長崎間の特急列車かもめ号というのは全て廃止されて、そして新幹線に移行したんですが、しかしなんとその特急かもめ号のルートを途中までたどる特急リレーかもめ号とはまた別の特急列車が運行されているということなんですね。果たしてそれはどんな列車なのか、今回はね、そんな特急列車を終点まで乗り通していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さあ、博多駅の改札口にやってきました。今回乗車する、そんなタイトルにもあるような不可解な特急列車というのがこれです。長崎本線佐賀長崎佐世保方面7時55分発特急笠崎101号の肥前鹿島行きです。今回ご紹介するのはこの列車、続行の特急リレーかもめ9号長崎行きっていうのは、これは別に直通で長崎まで行くわけではなくて、途中武雄温泉で西九州新幹線のかもめ9号に連絡する形で運行されています。このリレーかもめ号に関しては、これはかつて運転されていた特急かもめ号のルートをそのままたどるというわけではなく、途中の江北、かつての肥前山口から佐世保線に入りまして武雄温泉というふうに走りますので、かつての特急かもめ号のルートをそっくりそのまま走るというわけではありません。途中から別の線路を走ります。しかしこの特急笠崎に関しては、これは門司港からやってきている列車になるんですが、終着の肥前鹿島まで全区間特急かもめ号、かつて運転されていた特急列車と全く同じルートを走るということで、まあ特急かもめ号の区間列車というような扱いになるわけなんですね。ちゃんとこれ表示も出てるんですよね。4番線から特急笠崎101号肥前鹿島行き、この列車は門司港から博多まで特急きらめき号と同じような停車駅で走り、そこから先はさらに特急かもめ号、かつての特急かもめ号と全く同じルートを通って、そして途中佐賀県の鹿島市にあります肥前鹿島というところまで運行されています。さあ、やってきました、6両編成の 7×7系 特急笠崎101号肥前鹿島駅です。なんかウィンクしてますね。ライトが片方切れております。6両編成および8両編成の 7×7系 はデラックスグリーンやグリーン個室などさまざまな豪華な設備を備えている、そのような車両として知られています。かっこいいね、 JR 九州が誇る豪華な特急車両ですけれども、今回はこの特急笠崎号のグリーン車を利用します。この幕も、これもダイヤ改正に合わせて新しく作られたもの。さあ、時刻7時55分になりまして、自動放送かかりました。特急笠崎101号、博多出発です。まだ閉まんないな。はい、閉まらないようにお注意ください。時刻7時55分博多を出発です。多分そろそろ車内放送とかもかかると思いますんで、聞いてみましょうかね。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急笠崎101号肥前鹿島行きです。止まり持つ駅は深市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、江北、肥前鹿島です。グリーン席は1号車、指定席は2。さあ、博多の駅を出発しまして、次の停車駅二日市です。二日市、鳥栖、鳥栖までは鹿児島本線、そこから長崎本線に入りまして、新鳥栖、佐賀、江北、終点肥前鹿島の順番に停車をしていきます。もともとは特急かもめ号がね、二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前山口、肥前鹿島、諫早、長崎といった感じで停車をしていきましたから、まあ、この肥前鹿島までの特急笠崎号というのはもちろんあまり必要なかったわけですが、しかし新幹線が開業して、そして移動の主要なルートが長崎本線の肥前山口から肥前鹿島を通って諫早まで有明海沿いを抜けていくのではなく、
気仙沼口は現在は江北ですが、江北からそのまま西へ進み武雄温泉、そこから新幹線に乗り継いで長崎を目指すという方向に変わりました。なのでね、どうしてもその特急列車のルートから外れてしまった肥前山口、現在の江北から伊佐辺までのところというのはどうしても折り送ってしまうことになります。そしてその途中には佐賀県の、すいません、もう佐賀と違う、しょっちゅう間違えるんですけど、佐賀県の鹿島市というところがありまして、そこがですね、それなりに特急列車の需要があったというところなんですね。なので新幹線ができてしまうと、その肥前鹿島が特急列車のルートから外れてしまって、そして街が廃れるから、だから新幹線には反対しますと。で、新幹線ができることになったら、じゃあ肥前鹿島までは博多から特急列車を走らせてくださいというふうに JR に要望しまして、そして現在このような特急列車が運転されているわけです。だからこの特急笠崎号っていうのは、言ってしまえば佐賀県鹿島市が5名だから、だからしょうがないから走らせてあげている、そのような列車になるわけですね。つまり鹿島市が、そうですか、新幹線ができちゃって特急列車は鹿島には来なくなるんですね、分かりましたと言って勝手に納得してくれれば、この笠崎号はもしかしたら運転されなかったかもしれないと、そういう特急列車になるわけです。実際にね、肥前鹿島までの特急の需要っていうのもそれなりに多くて、肥前鹿島発着の特急かもめ号も設定されていたぐらいなのでね、もちろん確かに肥前鹿島までの特急を作ってあげてもいいんじゃないかなっていう気はするんですけども、しかし運行本数は肥前鹿島発着の特急列車、新幹線ができる前は1日に40本以上が発着していたにもかかわらず、現在では多分全部で10何本とかそれぐらいしかないんじゃないかな。だから本数が約4分の1から3分の1ほどに減ってしまったということで、鹿島市としてはもうちょっと特急列車の本数増やしてくれませんかと言っているそうですが、しかしメインはどうしても長崎方面への速達輸送特急リレーカモメ号になりますので、やっぱりリレーカモメ号の方を存命しなければいけません。だから笠崎に関しては、JR がもし増便したがっていたとしても、そう簡単に増発というわけにはいかないんじゃないかなと思います。反対方面、これはリレーカモメですね。多分リレーカモメだったと思うんですけど、緑じゃないわ、もう長田の時は緑の運用はやってないですから、多分笠崎かリレーカモメかのどっちかでしょう。1日に40本以上あった特急列車が一気に約3分の1の14本になって、確かに鹿島の人たちは不便を被っている人も多いかもしれません。それまでは1時間に1本とか2本博多まで直通の特急があったわけですが、それがほとんどなくなってしまったわけですからね。なんでかなり不便を被っているということは間違いないんじゃないかなと思います。しかしそこは JR 九州もそれなりに考えてくれたようで、確か、肥前山口、現在の江北駅で、肥前鹿島からやってきた普通列車と、それと、武雄温泉からやってきた特急列車を接続するようなタイヤを組んでいるので、だから、乗り換えは確かにね、江北駅で発生しますけど、しかし、そこまでめちゃくちゃ利便性が低くなるとか、そういったことは、あまりないんじゃないかなと思います。実際に長崎から博多に行くにしたって、結局武雄温泉で乗り換え発生しますんで、ね、肥前鹿島からのお客さんばかり優遇するっていうわけにいかないですからね。長崎からのお客さんだって乗り換えしてるんだから、あなたたちだって乗り換えぐらいしてくださいよっていうふうに JR はもしかしたら考えているかもしれません。新鳥栖を出発して次が佐賀なんですけど、多分この笠崎号が運転されている理由は、もちろんね、鹿島市が要望して、で肥前鹿島から博多への直通列車を残すという意味合いで走らせているっていうのもそうだと思うんですが、もう一つ考えられるのは、鳥栖、それから佐賀から博多方面への需要というのが、この長崎本線特急というのはかなり大きいんですね。実際にかもめ号として走っていた時代も、佐賀市発博多駅の特急列車が運転されるぐらいに、特にこの佐賀市、それから鳥栖市からの需要というのは大きかったんですけど、おそらく、なんだこれは、何これ、海藻かな、吉野ヶ里公園だったかな、だと思うんですけど、なんか変なやつがいたんです。いいや。なんでリレーカモメとか、それから緑号にあんまり佐賀とか、それから鳥栖で降りるお客さんを乗せたくないと思うんですよ、 JR としてもね。乗客の比率はできるだけ新幹線利用者を増やしたいと JR も、特にリレーカモメに関しては思っていると思うので、そうするためには新幹線と連絡しない別の特急列車を走らせる必要があるんじゃないかなと僕は思います。そうすればね、リレーカモメのお客さんも必然的に新幹線利用者の比率が高くなるでしょうからね。そうすれば、じゃあ
よりリレーかもめに新幹線に乗って長崎に行くお客さんが乗ってくれるだろうから、じゃあその新幹線と連絡しない特急笠崎っていうのを新しく走らせて、でそれを肥前鹿島まで走らせれば鹿島市の要望も OK、まあ、満たされますので、まあ、お互いウィンウィンですよね、 JR も鹿島市もね。だから多分そういうことで走ってるんじゃないかなと思うんですよね、多分ね。じゃあ僕の予測がこれがまあ正しいか間違ってるかちょっと分かんないんですけど、まあ、多分こういうことだと思うんですよ。まあもしね鹿島市からの要望がなかったとしても、おそらくこの列車残ってたと思うんですよね、結局のところね。まあ、だって、まあ、そんな感じでさっきも言いましたけど、リレーカモメとそれから緑だけにしてしまうと、どうしてもあのお客さんが特にトスとか佐賀までしか行かないお客さんもリレーカモメや緑に乗るようになってしまって車内がすごく混むので、なのでそれを避けるためには新幹線に連絡しない、そしてまた長崎県の奥の方まで行かない別の特急を仕立てる必要がありました。だからね、結局のところこの笠崎号は新幹線の開業によってどっちみち誕生する運命にあったんじゃないかなと個人的には思います。さあ列車は肥前山口じゃないわ、江北の駅に到着です。最長片道切符のゴールの駅ではもうなくなってしまったわけですが、おおすごい、キハ47だ、こんな感じなんですね。へえ。さあ江北駅に到着。へえ、いや本当に江北だよ。肥前山口で僕はもう慣れ親しんでたんですごい違和感ですね。ダイヤ回線前はここから先長崎本線を引き続き進む特急かもめと、それから佐世保線に入る特急緑ハウステンボスで、まあ、本数は若干かもめの方が多かったんですが、ダイヤ改正で新幹線が開業し、現在では佐世保線に入る特急列車の方が外な本線になってしまいました。え、何橋メロディー流れるの。ただそんな中でも江北から先さらに長崎本線を走り続ける、それがこの特急笠崎号です。江北を出発、また肥前山口って言ってましたかね、すいません、本当にもう肥前山口のイメージしかなくて。次が終着の肥前鹿島駅です。やっぱなんか不思議な感じしますよね。なんか普通に考えて肥前鹿島は特急かもめ号の場合途中駅であることがほとんどだったので、その途中駅である肥前鹿島が現在では特急列車の終着駅になっているっていうのが、これがなかなか個人的には面白いことだと思います。佐世保線が分岐、あっちの方は新幹線開業に合わせて一部区間が複線化されたりなど設備の増強が行われましたが、この長崎本線に関しては肥前浜から長崎の間の電化設備の撤去がもうすでに発表されています。まだ撤去自体はされてないと思いますけど、まあ近々はされるでしょう。さあということで博多を出発してから1時間と4分、列車は終着肥前鹿島の駅に到着です。肥前鹿島は僕は初めて来たところなんですけど、駅前にもヘアサロンとかね、それからガソリンスタンド、ホテル、洋服の青山、セブンイレブンなどいろいろ揃っていて、まあそれなりにいろいろあるところなんだなと思います。まあ他に何があるのかって全然わかんないですけどね、僕肥前鹿島の街を歩いたことはないから。ということで今回は2022年9月23日西九州新幹線の開業と同時にデビューしました不可解な特急列車博多肥前鹿島間の特急笠崎号についてご紹介をしてまいりました。まあなかなかね、あの笠崎って言いにくい名前だと思うんですけど、これはあの佐賀県の鳥が笠崎なので、その佐賀県の鳥を取って笠崎という名前になっているんだそうでございます。 JR 九州のネット予約を使えば定価よりもだいぶ安く乗ることができますんで、皆さんもぜひ一度乗ってみてください。それでは今回の動画はここまで、ご視聴くださいましてありがとうございました。